Thank you.
Thank you.
そして明太節、片面節とお送りいたしました。続きましてはですね、八重山西表島にあります高菜部落高菜節という歌がございます。ニセ踊りというか別に踊ります。なぜお前が喋ってるかと思われると思いますが、ここでですねお世話になっております前原しなこのですね、甥っ子になります岡山と言います。今日はですね八重山の歌とそして踊るをですね八重山古典音楽羽織流保存会那覇支部そして祈仙会ですね、八重山舞踊のメンバーで皆さんに、歌と踊りを届けたいと思いますので、皆さん最後の最後まで手を伸ばして足を伸ばしてゆっくりと見学してくださいね。よろしくお願いします。さあそれでは宝節踊り行ってみたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
はい、ヤグイも入れてもらって応援ありがとうございます。ぜひですね、楽しい曲の、また出演したいろんな曲があると思いますが、はい、手も叩きながら、ついでに足も叩きながら、はい、一緒にまた応援よろしくお願いしますね。じゃあ続いてまたあのですね、山の歌を届けたいと思います。デンサー節ありますね。デンサー節、皆さんもよくご存知だと思います。一緒にぜひ歌ってもらいたいと思います。デンサー節の後にですね、八重山育ち、八重山にまた各離島離島がありますが、各離島離島の歌を歌った歌があります。まあ、その中で八重山の歌の、まあ、トゥバラマ、ショッカレーとかですね、小浜節、クモ節も出てきますので、それもぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いします。Thank you.
次は島本節です。この歌は、説明したらこの東雲と守る理長との関わりがものすごく深いですね。英文先生、今の理事長、守る理事長のお父さんですが、自分の子供、男の子が生まれた時に、お、この子が将来村を背負ってほしいと、島を背負ってほしいということで、わざわざ作った歌です。島を持つ、そして、島の鏡になってほしい、宝になってほしいという歌です。守る理事長の石島、守る理事長のお父さんの歌であります。これは非常に有名で、もちろん八重山ではもうあちこち歌われてますけども、最近は沖縄本島の方でも歌われています。どうぞ、可愛い踊りであります。それではスマムツアーですね。はい、よろしくお願いします。
します。続きましてまた賑やかな曲ですね。鳩まぶしを栄光を持って鳩まぶしをお届けしたいと思います。皆さんまた手拍子よろしくお願いいたしますね。はい、それでは鳩まぶし。昔歌ったようなドバラもやってみたいと思います。夕方になってきました。あ、仕事も終わった。早く帰りたいな。
Oh,
次に続いてですね、また元気な舞踊踊りをお届けしたいと思います。繁盛節、そして能楽節を届けたいと思います。よろしくお願いします。
クイチャブドルを巻き踊りですね、やってみたいと思います。クイチャブドルから最後はホーヤーカチャーシーまでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒に参加してよろしくお願いします。
皆さん、長く今日の歌の踊りですね、ありがとうございました。今日の八重山の歌の踊りどうだったでしょうか。すみません、先ほど島本として紹介忘れました。本人がおります。踊りはですね、前原しなこ振り付けであります。今こちらにいらっしゃいます、紹介忘れまして失礼いたしました。はい、これで今日の八重山の歌と踊り全演目は終了となります。皆さんこれからも100歳120歳までぜひまた長命してもらってですね、元気でいてもらいたいと思います。今日は私たちもあやを飾らせていただきました。本当にありがとうございました。